おーこれすげえな、これなんだこれ。早いっすよ。おーうま すぎるねえ。この番組はこのスポンサーの提供だ。お送りします。さあ行くぞ。さあ先生行きましょう。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、マイスクリーム講師のデスノリーさんもでございます。そしてはい、ボイスオクターのリーです。はい、ありがとうございます、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。いうことですね、うん、やってまいりました。はい、勉強の時間です。ああ、勉強の時間なるほど楽しい勉強ね。そう、はい、これ楽しいですよ。楽しい勉強大好き。そうなんです、うん、まあ、何の勉強かと申しますとですね、はい、我々今絶賛 VTuber さんについて、はい、勉強を日々させていただいておりまして、はい、ということでですね、皆さんからコメントをいろいろいただくじゃないですか。今リアクション動画とかも結構やらせていただくんですけれども、うん、はい、その中でそのコメントでこれがこうだよとか補足知識とか、うん、おすすめの動画とかを皆さんにいろいろ教えていただいて、うん、もうめちゃくちゃありがたいですよ、はい、ありがたくて、でそれ本当に全部拝見してるんですよ、うん、で、うん、その中で、うん、特に、うん、お声の多いものという、はい、一旦今ピックして我々拝見してるわけでございますね、はい。今日はそのうちの1個で、はい、見ていきたいもの、リアクションさせていただきたいものがありますので、はい、今日もちょっとそちらを見てリアクション動画をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。なんか最近結構、はいはい、グループの方が多かったじゃないですか。うん、そうですね、 YouTuber さんと、まあ、それと結構こう包括的にいろいろ学べるから、はいはいはい、それもあって確かに確かに、そうそう、狙ってた部分もあるんですけれども、うん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 、ちょっと今回はおソロの方。なるほど。そうっす。もちろんその方が、うん、他の方と歌ってるものもあるんですが、一旦ちょっと、なるほどね、そのソロの旨味を、ほう、なるほど、ちょっと新しい勉強ですね。そうです、そうです、そうです、うんうん、っていうのも、うんうん、コメント、それこそコメント欄で、うんうんうん、そういうふうにおっしゃってる方もすごく多かったので、うん、見ていくのがですね、なるほど、こちら町田千葉さん、ちょっとイントネーションあれなんですけど、なるほど、の、うん、フォニーです。あ、フォニー、フォニー知ってますか皆さん。フォニー、この激ムズのこれは曲を歌ってる時点で、うん、これ町田千葉さん、うん、すでにこれ相当な実力者なんだろうなっていうことなのは分かりますよ。もう確定してるんですけど、うんうん、もうある程度ね、はいはい、なんだけど、うん、なんか皆さんが、うん、すごいよと、なるほど、鳥肌だよって、はい、教えてくれたんで、ちょっとこれ先生とぜひこれ、うん、アイコン的に、はい、女性ですか。あ、そうなんですよ。あ、そうなんですよ、それもあってちょっとこれいいなと思って。なるほどね。そうそうそう、あ、それじゃ本当にちょっと新しい、そう、新しい感じで、うん、そっかそっか、そうそう、ちょっと新しいところもやっぱり発掘していきたいじゃないですか、いろんな面から。なるほどなるほど、皆さんもいろんな面から教えていただくんで、それにあやかってですね、なのでちょっとここから学べることもたくさんあるので、見ていきたいなと思ってますので、はい、とはいえ、はい、我々声を専門として生計を立ててますんで、はい、そうなんです、はい、瞬発的なですね解説とか、はい、には自信がありますので、はい、任せてください、はい、というところで見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこんな感じで、日々発生関係の話とかリアクション動画とかアップロードしますんで、まだチャンネル登録をお済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、じゃあ、はい、見ていきましょうか、はい、フォニーですよ。フォニーよね。激ムズですよ。そうなんですよ。もうこれね、女性とはゆえ、とはゆえです、うん、スーパーハイトーンですから、うん、いきましょう。この世でどこより綺麗なものならないな、全てができてるアンティパシー。美美ですね本当に美でしたね。いやー、引き込まれますね。これだからあれなんですよね、はいはい、これ上手い人の特徴なんですけど、もうあるんですよね。もう来た、これね、これ専門家来た、はい、もう0秒からですよ確かに歌入りですからね。これね、歌のその前のブレスで、はい、これ上手い人の確定演出が来てるんですよねうわっ、キュイン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 って言ってんすね言ってましたね。ちょっと一回出してます。これね、確かに確かに確かに、これ着目ですね、これね、勉強になるな、うん、ここね、これですよね、ちゃんと知ってますよ ね、 ね、そしてこの子に向かってってるんですよ、ね、あー分かるでね、そうで、うん、そのちょっと情感豊かにこうって入るですね、こうって ね、 ね、決して乱暴ではないというか、すごいいっぱい吸った空気をこうちゃんとこう、そうですよね、ちゃんと出したい音に対して変換してるとか、これニュアンスでいくときにこの呼吸使えたらかっこいいですよ。かっこいいですね、かっこいいですね、かっこいい、まあ、フォニーはこの歌始まりなんで、うん、歌始まりだからね、そうそう、オケと一緒に入る、なるほどね、美しいでございます、うん、素晴らしい、素晴らしいですね。
より綺麗な花はない。今のすごかったな。すごいね。綺麗ながすごかったっすよ、ね、一瞬裏返して、うん、なが泳いでましたね。高いところでね。そうすごいですね。 これよかったな今の綺麗な、綺麗な。おこれすげえな。これなんだこれ。早いっすよこれは、ね、これすごいな。基本ファルセットなんですけど、うん、ちょっと声帯くっつけるポイントを持ってきたんですかね。なるほどなるほど。はい、すごいですね。これ何これ、新感覚なんですけど、これこの綺麗なっていうところの表現がすごいね。綺麗ひ、綺麗ひになってるし、うん、なんか、うん、そう、なんかビブラートなんだけど、はい、振動というか危うさというか、ね、うん、なんかね、これが進まないんですけど、詰まってるんですよね。詰まってる、全部拾えないんですよ。そう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 、入りすぎててもうさすがに次行かないとまずいですけど、うん、なんかこの時点で思ったのは、町田さん多分ビブラートが結構特徴的なのかなっていう。なるほどなるほど。なんかあんまり効かないタイプのビブラートな気がするんですよ、ね、うん、このフレーズだからかもしれないですけど、ね、そうだよね、フレーズ感がこれ短いからかもしれないけど、うん、すごいなんかなんだろうな、文字通り揺れてる感じ、涙をこらえてるかのような感じのビブラートに聞こえますか。感情優先系ってことかかもしれない。すごいですね。いやー、なんかこのエッチ行ったり、うんうんうん、ちょっと張り気味にしたり、そう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 、それでもでこのフレーズ自体が少しこの、うん、なんかエアリーというか、そうなんですよ、うん、エッジも入るし、うん、張るとこ強くなるし、うん、うん、おー、ちょっとこう抜くんだなって思った。アレンジもちょっとかっこいいね。そうですね。どう来るんでしょうか、これ。うん、楽しみ。おぉ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 。煩わしかったっすね。すごっ。なんかその、なんでしょう、こう見下された感じがしました。あの、いい意味ですよ。表現がちょっとね、ツンデレ感があるっていうかね、そう、煩わしく扱われた感じ、うん、しましたよ。最初やっぱツンで入んないと多分。そうですよね、うん、ちょっとここはもうなんか女王様系というか、うんうんうん、感じじゃないですか。そうかもしれない。ちょっとこう、うん、命令口調でなんか、はい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 、言ってきそうな雰囲気っていうか、うん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 、ね、こういう角度に見えるんですよ、僕は。うん、なるほど、なるほど。こうやって、私の。ちょっと、椎名林檎さん風の。ああ、そうか。この感じっていうか。確かに確かに。もうなんか、情感がある。そう、情感がある。あるよね。うん、傘をついて、なんか。ああってね。あ、そう、この感じがね。こう、うん、支配感を感じる、なんか。傘をついて、湿らせない風と心に。ほら、おー、和がなんかここでギレットンってね、そうそう、おい、かっこいいね。かっこいい、かっこいいですね。ここなんかちょっとハードボイルドなとこもある。ある。ありますね、この人。そう、なんか基本表現力がいっぱいあるのに、うん、言葉はしっかり言ってくれるから。確かに日本語歌唱としてかっこいいですね。ああ、なるほどな。日本語歌唱って難しいですからね。スッと入ってくるんですよね、うん、なんかこの個性をそういう風に混ぜていくのって結構難しいんですよ。ああ、確かに確かに、やらしくならないように。そう、全くちょっとタイプは違うかもしれないですけど、うん、なんかミセスの大森さんとか、ああ、そうですね、そういう風に言葉ちゃんと伝えれるシンガーじゃないですか。そうですね、そうですね。そんな感じを言葉で、ね、でね、そうですよね。このしっかりと表現力を乗せれるという、ちゃんとこう言葉が浸透してきますよね、うんうんうん、歌い方として。なんかなんだろう、なんかさっきは結構女王様チックな、うん、とこもあったんですけど、うんうん、なんか今度逆にちょっと素朴っていうか、うん、ちょっとジブリっていうか、そういうなんかところが、はい、ちょっとしたロングトーンのところとかで垣間見えてて、うん、そこが素なのかなって思ったんですよ。なるほどなるほど。この辺とかなんかね、ミドルがあるんですよね。そう、その軸足、そう、軸足あるよね。ここが僕素なのかなって思ったんですよ、うんうん、なんかそのある種のその、うん、仮面が取れてる部分がある、うんうんうん、私に売れているのあたり。なるほどなるほど。死ぐらいからかな、売れているのあたりとか。なるほどね。かもそうや、その、うん、さすがこの辺。あ、いいの。そうそう、お、うん、
なるほど。今のとこ直しですもんね。ね、直しだったね。後半からこうめくれてきて。しっかり来たね。やっぱそうっすよね、うん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 。エフェクトが取れた感じがしましたよね。なるほど。で、サビに入るのが。うんうんうん。B メロが。ここそういう風に来るん、この人すげえ、なんかいや思ったんですけど、うん、なんか歌声の感じからして、うん、なんかおっとりかなって思ったら、うん、そうすごい俊敏というか隠してたんですよ。そうこのために俊敏見事にやられましたよ我々は。十中にハマりました。ハマってます。なんかこうおしとやかな、うん、キャラクターなのかなと思ったら、なんかすっごいしゃくるスピードとかもめちゃくちゃ速いですよ、はい、めちゃくちゃ速いし今のねハイトーンへのアタックなんで、そうこれねいつの間にか我々手のひらの上で踊ってます。いやー彼女の世界でした ね、 はい、もうね迷い込んでる、迷い込んでる。実はめちゃくちゃスパイシーだったんですね。そうこびっくりした。騙された。騙されました、ね、騙されました。サビに向かってこう爪が見えてきてねーすごかったっすよ。もうバルログみたいですもん今最終的にはそうね、もうギャンギャンにやられますよやばいやばい。このね瞬発力なんですよ、うん、こうだ。これツヤツヤなんでしょうねこれね。いやツヤツヤだけどふわふわですよね。でもこれが多分やっぱ軸足だと思うんですよ。いやまあそうですね、だから騙されてたんですよ結局。そうか、ね、この予感がなかったじゃないですか結局ね。いや騙されてましたよ、ね、ジブリとか言ってた、言ってたジブリの軸足かなっつって、いやホースラで言ってたらジブリ見るつもりがエヴァンゲリオンだやばいやばい、とんでもない捕食のシーンを見ることになる。やばいやばいやばい、量産型がやってくる。もうやばい、食われたっすね、もう完全に食われた。これロンギヌスですね。ねえマジでロンギヌスじゃないですか。本当にそう、ポンってきますよね。これはえぐ、うん、えぐかったるでしょう。やばいこれ捕食者ですよ。捕食者ですよね。ツンデレとか言ってたけど、いやデレが来るんかなとか思って、いや舞台師騙されたんだよ。そんな可愛いもんじゃなかった、可愛いもんじゃなかった捕食者とんでもないっす、はい、でもこれよ、ね、えキャラクターどれが本当の彼女なのかが分からないけど、また分かんなくなった。分かんないけどね。でも個性がまずすごいな。すごい、うまいんだけど、はい、だから一番個性分かるのってやっぱりこの軸足だったり声で鳴らしてる時このサビのとこだと思うんですよ。な緑のとこですよね、うん、あれですよね、個性的ですよね声が、うんうん、個性個性、うん、いい個性、いや個性ですね、うんうんうん、キャラクターを持ってる。女性のハイトーンって結構見分けつきにくかったりするんですよ、ね、うん、あのホワホワしちゃったり、うん、そうわかりますよ。なんかうまいほど収束するうんわかりますっていうのあるよ、ね、わかりますわかります。ところがうまいのになんか外れてってるっていうのは、そうそれぐらいなんかこうなんかエスニックっすよね、なんかある意味ね、ある意味そうなんか異国感があるっつうか、あるあるある、なんだろうなこれ、ちょっと中央値から全部ずれてるっていうか、ちょっとずれてる、うん、ちょっとずれてる、うんうん、気持ちいいとこまでずれてる。うまさはそのままに、そうなんかね、ちょうどなんか世界線がずれてる、そうなんかそうなんですよ、そうっていう感じがすごくある、うんうん、その中でいろいろやるから。なるほどなるほど。いやすごい、なんでしょうねこのジャキってくる、たまにすっごく、ああなんか、なるほど、これだからホワホワしてるから、うんうんうん、ホワホワ系だと思ったら、そうなんですよね、エッジがめっちゃ鋭いんですよ、うん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 、だから意外と発生地点は下なのかなみたいな、うん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 、そこから、うんうん、今
なんか持ってるこのふわふわのところまでに、はいはいはい、移動する速度が半端じゃないというか、そうですね、こういくんですよ、うん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 、だしこれはあっともいけるし、はいはいはい、あっともいけるし、うんうんうん、みたいな行き方いろいろあるんですけど、発着陸のスピードが異常、そうですね、な感じがある、うんうんうん、だからこうなんだと思うんですよ本当は。なるほどなるほど、多分ねこう聞こえてんだと思うんですよみんなには、うんうんうん、これね、これ本当そうなんですけど、これはマニアックだすごいね、いやそうなんですよね、そうですよね、これはこうじゃないよ、少しだからいわゆる筒長めに持たせてるっていう、なるそうね、そうね、はい、ちょっと喉深めなんですよ、ね、そうですね、そうですね、そうですね、個性でもそうかもしれない、いやそうでしょうねと思いますよ、うんうんうん、思います、こう見えるもんな、そうですね、だからさっきの収束する女性のパターンっていうのは、うんうん、こういっちゃうんです、そういっちゃうんですよね、こういっちゃうんだけど、マチタさんはここに対してこういくから、うん、そう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 、ここが出てんのよな、こっちだとね明るくなりすぎるんです、あ、そう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 、うん、こうなっちゃうんだよ、そうなんですよね、そうですね、わかんないでしょ、わかんないけどねこれわかんないでしょ、わかんないけどそうなんですよ、これ語っちゃった、いやそんぐらいの、うん、語れますね、すごい、おう、あ、出た、僕はこれをジブリだと思ったんですよ、なるほどね、さっきはたまに見た、おう、あー、なるほど、今一回止まったんですよね、ねえ止まった時ががっつりエッジも入れれるし、いや入れるし、ね、入れるし、なんかやっぱ揺らぎがうまい、そうですね、なんかいや随所にこれ ここまでも入ってましたけど、愛なんて、はい、なんてここのとか揺らぐ、はいはいはい、翻す感じ、ふわっとしてるんですかね、ふわっともしてる、うんうん、でも基本これなのよそうなんですよ、うーん、村がりとかねえ、この何これ、でここで、おお、ここで止まるんですよ、この危うい感じのこの揺れは、うん、本当にね、その特徴的っていうか、なかなかこれやるアーティスト少ないんですよ、少ないです、本当にシーンはリンゴさんくらい、いやそうですね、自由ねえ、ここすごくないですか、欲して生きるのだの、うん、ニュアンスが、うん、なんか初めて見たぐらいな、はいはい、次、ね、欲して生きるのだみたいな何この、そうです、ね、組み合わせが独特ねえ、これだって一小節だからワンフレーズでしょ、そうですよねえ、これ器用だな、すごいですね、だから本来はやっぱこのエッジポジションが得意なんですよ、きっと、うん、全体にすっごい高級な柔軟剤が入ってる、わかる、わかる、わかる、なんか分かる、今日のタオルすごいいい匂いするねみたいな、めっちゃわかる、ふわっふわなんですよ、ね、芳香剤というか、うん、ディフューザーというかまとってますよね、まとって、何かをまとってますよ、なんかわかる、柔らかいね、わかる感じしますよね、でも騙されてますよ、騙されてるよね、いやでもそれずっと入ってんだよな、ずっと入ってる薬局には売ってないっすね、そうですね、これね、この柔軟剤は高級すぎて伊勢丹とかに売ってるやつね間違いないですね、大事なの、おお、そっち、ここはラグジュアリー、ね、いい高級だった、あ、落ちますよ、きれい、今積んでる感じ、そうそうそう、おお、伸ばすぎない、うん、揺らいでる、おお、やば、来た、今怒りが来た、ね、怒った、新しい感情だ、来ましたね、なんかかなってました、かなってたね、デカめの、そう、かなりが来た、やば、抑揚、ここだから油断の、油断、油断の泣き、油断の泣きなんですよ、大丈夫かいっつって、ねえ、お嬢ちゃん大丈夫っつったら、そうだ、ああ、
イルカだ。今のそう、イルカのポジションできてたよね。ってきたんで。そう。これ今ね、その前からそのガナリのポジションに移動してるんで、言うだけね、来るなっていう予感があるんですよ。向かって上で来て、ただでもそう一点ですよね。ね、これはすごい見事ですね、うん。見事なダッシュでしたね。じゃあこっから行きましょうか。はい。ちょっと待って、これミックスですね。G シャープですよ。おお、とんでもない。本当に。え、これミックスやろこれ。地声ですよ。うん。おお、これミックスですよこれ。これはね、裏声になってないからね。なってないですよこれ。声で合わせてるよ。合わせてるし、え、なんか、うん、こんぐらいのハイトーンだったら、うん、女性でも。うん、もうちょっと無理してる感じで出ちゃう。ああ、そうかもね。張り付いちゃうじゃないですか。もっと張り付いた感じになっちゃうというか、天井感が見えることが多いですけど、まだこのままいってるんですよ。ああ、そうだね。こう飛んでるもん。G シャープなのに。とんでもない。もっとビタってなっちゃうんですけど。ね。そうです、そうです。これはもう陽2の2がイボインでね。はいはい、抜けれてるから、確かにそこに余裕感が増すんですよ。確かに、うん、そういうことか。すごいですよこれはね。そう、もし無理したらそこ潰しちゃうんで、そう、ってなっちゃうけど、そう2位がまっすぐいってるんですよ。そう、そこでエフェクトにバリッと乗って響いてるでしょ。そうですね、これミックスの特徴ですよ。素晴らしい。嬉しそうですね。ミックスの専門家なんで。いやー、今響いてましたね。いや、響いてますね。素晴らしいですね。質感があんだろう、うん、まだずっとあるもん。ここね、やばい。ここね。おお。知ってる秘密のフォーム。最後は綺麗なのよ。すげえ。これ。何これ。フォーミーって難しすぎるね。これは無理よ。ねえ、どうしようこれ。これ、ね、最後は、剥き出した牙を全部しまいましたよ。全部、ああ、そうですね。最後、広げたこの羽を閉じたよね。本当の本当の彼女みたいな。で、また次の曲に騙される。そうそう、伏線ね。無限ループですね。そう。これ、なんか、魔性の女ですよ、これ。かもかもね。ある種。踊っちゃってるんで、我々踊っちゃってるんで、そう、すいませんね、こんな表現して申し訳ない。違ったら本当申し訳ないですけど、はいはい、キャラクターの性とかいろいろあると思う。そうそうだよ、あると思うんで、ちょっとあれですか、歌を聴く限りは、ね、魔性の女ですよ。マジで本当なんかいろいろね、あるんだったら申し訳ないですけど、うん、コロッコロ、素晴らしいね、この町田千葉さん。千葉さん名前からは想像できないです。できなかったね。このアバターからもね。そう、いや全然想像できないです。調教されましたよ。素晴らしかった。素晴らしい、うん、ありがとうございますって感じ。いろいろなこの顔がありましたね。顔がいろいろあった、うんうん、多分これフォニーでこれなんで、うん、フォニーでこれですよ、うん、この激ムズ曲、まあ、そうですよ、激ムズ曲でこんなに遊んでるわけですから、うん、はい、他のちょっとこれ聞いてみたいですね。これ聞いてみたい。皆さんちょっとぜひこれやべえよとか、これのここやべえよとか、この曲のここやべえとか、はい、補足知識とかちょっとぜひ教えてください、うん、ね、はい、それちょっと頼りに他の曲もぜひ聞きたいなと思ったし、ね、あと他の人とフィーチャリングしてるパターンとかもあると思うんで、うん、そうかそうか、そういうのもちょっとぜひ伺いたい。その相性を合わせに行ったりとか、なんかそういうことも多分これはちょっと随時追っていきたいなと。いや、これ女性の VTuber かっこいいですね。あっちかっこいい、かっこいい、かっこよかった、うん、虜になりまくってて解説できてないかもしれないですけど、記憶あんまないんですけど、うん、してると思うんで。そう、最中もうなんか捕食された後、捕食された後だね、捕食されながら解説したと思うんで。多分、ね、ちょっと参考になったよという方はぜひグッドボタンと、あと、はい、お気軽にコメントですね、あとチャンネル登録まだお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いしますと、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。